人生について考える。そんな野暮なことをするのは小松しゃくれたインテリ気取りか哲学者、もしくは人生に飽きた暇人ぐらいのもんだ。腹が減りゃうまいもん食って笑う、それが人間だが、俺は今その酒は飲まねえ方が良さそうだぜ。チッ、あ、ゼニガルだ。あいつさえいなけりゃこんなバカな真似するやつは嫌しゅんだ。カッ、ああ、冗談じゃねえぜ。俺たちは昨夜この町に着いたばかりなのによ、一体誰だ俺たちの名を語って橋をぶっ壊してるやつは。おい、ルパン、そろそろ10年禁錮の悪時間だぜ。偽の扉とはうまく考えたぜ、ルパン。何？俺は放射能とニンニクは綺麗なんだよ。原爆に合法も非合法もあるのか。超小型原爆か。欲しがるやつは多いぜ。おい、ガレージのオートバイが消えてるぞ。俺たちにガーブをやらせて自分はトンズラってわけだよ。来てるなら居場所を連絡してきても良さそうなもんだがな。お前がこんなとこでくすぶってる方がよっぽど虚しいぜ。な、ルパン、もう一山どうだ。そう言って堕落してった男がいる。ま、元気でやれや。尋ね人が二人になったな。ルパンか、心配させやがって。ノストラダムス教団なんだって。ルパン、お、お、っと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 、もう少しまともに飛ばせねえのか。どうなってんだこりゃ。何の真似だ。この体勢からだってお前の胸に風穴開けられるんだぜ。慣れ慣れしい野郎だ。おまけに間が悪い。これで貸し借りなしだぜ。お気楽すぎんのもどうだかな。うん、勝手に決めるな。いつまで続けるんだ。いらねえだろ。どこにお色気シーン入れるんだよ。まあ、おめえにしちゃちょっとは考え込まれてるかな。え、わかりましたよ、ルパンの親方。はーい、へ、行きましょう。わかったよ、ガキかおめえは。おっさんなめんじゃねえぞ。仕事スマートにやらなきゃな。商品まで利用しやがって。呪いの正体は洞窟者同士の足の引っ張り合いってと。ち、感づかれたか。喋ってる暇はない、逃げるぞ。いい加減気づいたらどうだ。あの女と組んでもろくなことがないぞ。コン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 叩くんじゃねえって。痛えだろうが。うん、おい、ちょっと待て。どうなんだよ俺は。笑い事じゃねえぜ、ルパン。見えねえはずのもんが見えちまってんだ。俺はオカルトなんか信じちゃいねえ。カウボーイのおっさんよ、俺たちに何の用だ。おい、カウボーイ、分かってるだろうが、その斧に手をかけるなら覚悟しろよ。忠告はしたぞ、後悔するなよ。そう、俺のトレードマークは台無しじゃねえか。引退しろよ、ルパン。悔しいが、あのエンゾってやつの言う通り時代は変わったらしい。正直俺は最近の世の中ってやつについていけないところがある。もっとシンプルなのが俺は好きなんだよ。ルパン、お前との付き合いは俺が一番古い。お前に引導を渡せるのは俺だけだ。藤子なんかにやれるかよ。おい、ルパン。大丈夫か、ルパン。一体何があったんだ。呪い？あのビンカムって野郎か。おい、あのお方って誰だ。おい、答えろ。ああ、目が回っちまった。ちょっと風に当たってくるぜ。ハハハハハ。少々火薬が強すぎたか。